こんばんは。シンガーソングライターの流れ剛です。第152回目の流れの音ちゃんをお送りします。今日はね、9月の16日金曜日ですね。はい、まあ、1日ね、結構爽やかな天気でしたね。まあ過ごしやすかったね。まあいよいよね、秋がね、近づいてきたなっていう感じですよね。はい、なんかこうコロナも少しずつね、減少傾向にあるという感じですね。まあ、このままいい感じになってくれればいいんですけどね。はい、今日はね、先日ね、ほら、イギリスのエリザベス女王さんがお亡くなりになってね、そういう、話をしたんですけど、でその後ですぐに、僕のところに女王様の、誕生の時からね、子供時代ね、若い頃の時代ね、それから女王になった頃の時代とかね、ずーっと彼女の96年間の人生をこう細かくこう、まあさすがにああいう人はね、全部こうビデオでこう記録してあるんだよな。我々とは違ってね、いつの時でも撮ってある。それをこう一コマ一コマこう綴ったね、まあ2分ぐらいで全部収まる。90歳ぐらいまで、96歳までな、エリザベス女王の人生のね、系譜というかね、それをね、僕のところに送ってくれたお客さんがいたもんです。で、あ、これすごくいいなと、タイミング的にもいいなと思って、またね、僕の YouTube のね、ファンの方にまた僕が送ったんですよ。結構送りました。ではね、反響がすごかったね。いい画像ありがとうね。で、やっぱりエリザベスさんって素晴らしい人生でしたねと、改めてね、感動しましたというようなコメントがたくさん来たんですよね。で、その中にこういう方がおられるんですよ。ある男性の方にね、もうそろそろね、自分も、84になるというんだよね。それで、このエリザベスさんの、ね、ビデオのあれを見て、それを感動したと、ね。ああいうものがみんなあったらいいだろうなと、ね。自分もね、今までこう、いろんな写真とかビデオとか持ってるらしいんですよ。それを一つのね、自分の人生の、ね、思い出に、そういうビデオ集のようなものを作りたくなったと、ね、それすごくいいものを参考になる、ね、いいものを送ってくれてありがとうという、まあそういう内容なんですけど、そうかと。確かにね、ああいうエリザベス女王のような方たちは確かにみんな持ってるんだよね。生まれた時からもビデオを撮って、まあ、我々一般はそこはいかないじゃないですか。なんかのね、七五三とか入学式とか、なんかそういう成人式とか、そういう時にだけ写真とかビデオあるんだよね。まあ、そういう意味では全然こう寂しいけど、でもその方はね、結構、ね、撮ってる。まあ羨ましい話ね。ぜひ作って見せてくださいと僕も言いました、ね。まあ僕はね、そういう、まあ、ビデオはあまりないんで、せめてね、まあ、僕のできることを、やっぱりカラオケのね、人生のこう記念になるようなね、CD を作ったらどうですかって、もう何年も前からね、お客さんに話をしてるんですね。僕のお店 の音響的な設備だと簡単にできるんで、ね、10曲歌って、好きな曲を10曲歌って、僕が録音して、
綺麗なあの CD の画像をね、思い出になるようなのを作ってあげるから、もう何年も前からやってるんだけど、それをね、今も皆さんにまた進めてます。ね、で、まあ今日も、一人、10曲ね、撮ってほしいということで、撮ってあげました。ね、やっぱり、皆さんも高齢者の方が多いんで、何か残したいっていうのがあるんだよね。まあ、ビデオほどじゃなくても、せめて自分の声、歌声を、まあ、CD だったらずっと残りますんでね。まあ、それは僕一生懸命今提案してます。ね、はい。この間もね、もう85ぐらいになってね、まあ、さすがに、間違いたいで、今全然お店に来れなくなったお客さん。ね、でもその方も元気にしてた時はね、CD、10曲入りの CD を14枚も作った方で、今それをね、大事に聴いてるんだろうなぁと思って、ね、作って、CD 作ってあげて、いいことしたなぁと思ってるんですけどね。うん。ぜひね、元気なうちに自分の歌声を残してほしいですね。はい。まあ、今日はね、思い出作りっていうのは、人生思い出作りだと思ってますので、ね、これは元気のうちにやるべきだなと思いました、ね、エビザベス女王さんのねビデオ集を見て、そういうことを感じました。で、まあ、今日のねお友達コーナーはですね、僕にさっき その写真集はいいねとね、僕もそういうのを作りたいなーっていう、僕にこう連絡をしてくださった方ですね。山口康隆さん。ね、その方が僕がやってる流れの歌ちゃん歌謡祭で歌われた、ね、曲、小さなシャンソンの店の片隅で、ね、そういう曲ですね。これを、皆様にお届けしたいと思います。はい、それでは小さなシャンソンの背の片隅で、山口康隆さんです。どうぞ。小さなシャンソンの店でいつの間私はあの人を待つようになっていた。時代遅れ柱時計のんびりの人生行き眺めている優しい夜の重さにざわめく私の心ろうそく灯火まどろみかけり小さなシャンソンの店の片隅月の
ならしのびよる虚しさを煙に巻いている寂しい夜の重さに悲しい飛びればバルバラアズナブルレコの歌ステージね、様になってますよね。うん、これからもね、元気で歌ってほしいと思います、ね。そして今日の流れのコーナーはですね、森進一さん。ね、最近あまりこう見なくなったけどね、森進一の恋月夜に挑戦しました。ね、聴いてください。恋月夜です。どうぞ。恋しよ飾りも何にもいらないよ一人じゃ寒かろうつらかろうと優しい声が聞きたいよどこでどうしていたなんてそうさ戻ってくれりゃいいよあんたに初めて抱かれたあの夜にぼっちぼっち帰りたい女恋月よ終電後の踏切は女が超えるにゃ寒すぎる誰かにそっと上着などかけてほしい夜空だよどこでどうしていたなんてそうさ顔だけ見れりゃいいよまつげを震わせ抱かれたあの夜にぼっちぼっち帰りたい女
きや。心じゃとに別れても体があんたを呼んでるよ。女は悲しい生き物さ、嘘でも夢に酔いたいよ。どこでしていたなんていいよ。そうさ包んでくれりゃいいよ。あんたに初めて抱かれたあの夜に、ぼっちぼっち帰りたい女恋好き。はい、ありがとうございました。林雄一さんの恋好きでしたね。次回はですね、やっぱり僕の大好きな矢吹健ね、私にだってをお送りしたいと思いますね。もう爽やかでいいなと思ってたらね、この3連休台風が来るということですね、なかなかね一気に爽やかな秋というわけにはいかないですけどね、まあ3連休もあります。まあ、皆様ね、楽しみましょう、ね、はい、今日もありがとうございました。また次回お願いします。